長野町は1954年3月30日まで大阪府南川地郡にあった町。現在は長野として大阪府河内長野周知の北東部の一地域かつ地域の中心地になっており、千代田村、天野村と合併する前の大部分とその周辺の地域を指す。本校では南川地郡長野町についてと現在、当地域の本町、長野町、菊水町、 末広町、古野町、本田町、西大町、西木町、坂井町、原町、野作町、西野山町、昭栄町、琴吹町,上原町、上原町、上原西町について記述する。当地域は平安時代より高野街道が京都から通じており、それぞれの高野山景道が合流する地として賑わった歴史がある。 長野に所用を持ち館を構えた漁師としては、長野武者として知られた源の定が文献に残っている。明治以降には長野温泉として栄え、鉄道が相次いで開業しており、それ以降は現在の河内長野市域の中心地となっている。長野地域の地図長野地域中心部長野地域は河内長野市の北東部に位置する。東端と南端に石川が流れている。 主に南東部が河内長野駅を中心とした古くからの商店が集まる市街地となっており、北西部は大阪外環状線を中心に区画整理された商工業施設が広がっている。河内長野市のニュータウンはこの地域には少ないが、駅周辺の再開発とともに高層住宅が増えつつある。南海近鉄河内長野駅周辺級長野町の中心部で7つ、 辻のように高野街道が交差する交通上の要衝となっており、近世から河内国木や道といわれる大規模な高野山系の宿泊、休憩施設が並ぶなどして発展し、その後も長野商店街をはじめとした市街地が形成されてきた。1966年6月1日の町名変更時に国道170号より北側を本町として住居表示された。 現在は、河内長野駅前として、再開発がなされ、南側を中心に、駅ビルや高層住宅などが並びつつある。高野街道祭り1966年6月1日の、町名変更時に、旧長野町の国道170号より南側を長野町として、住居表示された。現在も、南西側は高野街道をはじめ、 石川に面した町や建築など旧街道の街並みが色濃く残る。北側は国道沿いに再開発され商店がのを連ねており、南東側は高層住宅が並ぶ。私立保健センター1966年6月1日の町名変更時に旧長野町の南海港や線より東側を菊水町として住居表示された。南側は 河内長野駅に隣接し、長野温泉に由来する古くからの駅前通りとなっている。北側は国道170号と国道310号が南北に通っており、主に工業団地で構成されている。1966年6月1日の町名変更時に旧長野町の石川右岸を末広町として住居表示された。 石川沿いには明治から昭和にかけて長野温泉として賑わったが、現在は河内長野層を除いて温泉旅館は残っておらず主に住宅地となっている。住職分としては末広町に複雑に絡むようにして川井寺らが入り込んでいる。地形的には山陸地帯であり、長野公園と河井寺を分ける谷間に国道315が走っている。古野町。 本田町前景1966年6月1日の町名変更時に古野町として住居表示された。旧古野村に由来し、1660年にはゼゼハ内官所が置かれていた。言い伝えによると、西高の街道の駅場として繁栄したが、大火によって全損消失し、一時的に三日市に駅を移した霧となったされている。 1971年から1975年にかけて土地区画整理事業が行われており、現在は住宅地が広がっている。東端は貸し団丘を南海高野線が通っており、東西西道、野作港の線が貫く構造となっている。1966年6月1日の町名変更時に本田町として住居表示された。 旧西大村の北部に該当し、町名はこの地域に、ゆかりのある本田市に由来する。東端を、国道3 1十号、南端を指導、野作港の線が通っており、商店が立ち並んでいる。旧西大村に由来する。1966年6月1日の町名変更時に、西大町として住居表示された。 現在の市庁舎に移設するまで役場が置かれていたほか、とんだばやし保健所支所などの観光庁機関が集中していた。貸し団球場にあり、南北に指導、河内長の駅前線が通っており、その西側は西大神社と旧西大半神谷で古い町並みが残り、東側は住宅地となっている。手前から境町、西木町旧西大村の南部の内川内長の カツ線より北側を西木町として、1966年6月1日の町名変更時に住居表示された。北端は貸し団級となっており、西木町や作戦のように旧坂となっている。その裾野となる地域は西木町と共に下西大と呼ばれてきた。旧西大村の南部の内川千長のカツ線より南側を境町として、 1966年6月1日の町名変更時に住居表示された。西木町の一部とともに下西大と呼ばれてきた。南端は石川となっており住宅街が広がっている。市役所庁舎旧原村に由来し、市政市工事に原町として町名変更され、2004年12月6日の町、区域変更時に1丁目から6丁目まで住居表示された。 西高の街道に沿う立地にあり、南西から北東に伸びた平坦な大地となっている。北部に市道原町鞘山線が通り、南北に国道310号、東西に大阪外環状線が立体交差している。木の西町との間に安倍の生命伝承の残る生命図鑑が立っている。旧屋作村を野作町として百六十六年六月一日の 町名変更時に住居表示され、1984年2月1日には、西の山町、昭栄町、ぶき町を分離する形で、大阪外環状線より南東部に町区域変更された。かつての巡礼街道沿いは、市民会館、青少年センター、法務局長野出張所など観光庁機関が集まっていたが、現在は、村落の面影を残す。 住宅地となっている。北部の外環状線沿いは商業施設が並んでいる。西の山町や佐久町の内市道、野作港の線より北部を西の山町として1984年2月1日の町名変更時に住居表示された。全域が区画整理されており、大型店舗をはじめとした商業施設が大阪外環状線を中心に立ち並ぶ。 キックスや佐久町の内大阪外環状線より北西部の北側を小栄町として1984年2月1日の町名変更時に住居表示された。ほぼ区画整理されておりロードサイド店舗などの商業施設が並ぶ。トネ川地長の工場や佐久町の内大阪外環状線より北西部の南側をことぶき町として1984年2月1日の 町名変更時に住居表示された。全域が区画整理されており、ロードサイド店舗の商業施設のほか、中小規模の製造業団地が集積している。上原町、上原西町旧上原村に由来し、市政施行時に上原町として町名変更され、1998年3月1日には上原西町を分離した。石川の貸し団球場に位置しており、 金剛寺そして、泉へと通ずる巡礼街道沿いに、かつての村落の街並みが住宅地として残っている。現在は1976年までの土地区画整理によって、北部を中心に大阪外環状線沿いの商業施設が並んでいる。小山田町との間には、上原都市環境緑地というグリーンベルトが設けられ、レッドパイクトンネルをはじめとした。 環境保護に対する配慮がなされている。吉都市1998年3月1日に上原町から分離する形で区域変更され、上原西町として住居表示された。ほぼ全域が工業団地として区画整理されており、大阪外環状線と国道371号の交点を中心に大型店舗が集中している。ありがとうございます。